てまして、その会社にも大体1年半、1年弱在籍して、リブレオフィスの開発に、一応プロフェッショナルですね、2007年からずっと従事しています。で現在はデロイトではあの仕事ではしないんですが、ボランティアとして開発にはまだ頑張っています。で特にメインとしては強計算であるカルクの開発に焦点を置いて、それ以外にもライブラリですね、オーカスとか MDPS とかいうライブラリのメンテ開発もさせていただきます。で、まあ、だいぶ昔なんですけども、ドベルに在籍する前は 3K っていうアメリカの小さい会社ですよね。そこに1年ぐらい在籍をしていました。でここの会社はエディターの開発で、コードエディターの開発をする会社で、そこで、Linux の専門として1年ぐらい在籍しました。で今回の講演概要ですが、LibreOffice の過去5年間を振り返るということで、これを2つに分けですね、立ち上げ時、2010年の立ち上げ時から2013年前半期まで、とあとは2013年後半期以降の2つに分けてちょっと振り返ってみたいと思います。でそれ以降は今はボランティア仕事としてはリブラオフィスの開発はしてないので、ボランティアの開発主体となってから、どういうことをしているかとか、そういうこともちょっと短く話させていただきます。でそれ以降はリブラオフィスのプロジェクト時代ですね、今僕じゃないんですけども、プロジェクト時代が今どういうことをしているかということを、ざらっとまとめていきたいと思っています。まず最初にこれだけは注意しておきたいんですが、ここで僕が話すことはTDF の代表としてじゃなくて、これは僕個人の意見ということなので、後で僕がこんなところでこんな変なこと言ったからっていうんで、TDF の方に文句とか言わないでください。で5年間の歴史を振り返るというんですが、最近TDF の方で公式見解がこちらのブログの方で公開されてますんで、で TDF の公式見解を見たい場合はこちらの方をご参照ください。まず最初に、じゃあ立ち上げ時から2013年上半期まで上半期までどういうことがあったかということを、おさらいしていきたいと思います。でざっとバージョン別に分けて見てみますと、LibreOffice のプロジェクトの発足が2010年のおそらく9月の下旬でしたね、9月か10月そこら辺、28日でしたね、はい、それが立ち上げの日で、それ以降にすぐ 3.3 ができて、それから 3.4、3.5、3.6 ときて、その後 4.0、4.1 っていう、そういうこういうリリーススケジュールでありました。で立ち上げ直後はどういう感じだったかというと、とりあえずあの頃はオラクルが、サンがオラクルに買収されて、でオープンオフィスはとりあえず続けてみたんだけども、コミュニティの視点から言うと、あまりコミュニティのとのあれやり取りとはあんまり焦点を置いてなかったですね。内部自体オラクル内部でオープンオフィスで利用を受けようと、そういうことに焦点を置いたんですが、オープンソースとしてのオープンオフィスというプロジェクトにはあんまり焦点を置いてなかった。だからうちらがそれを何とかしようと。でフォークをするっていうと、これは大きな賭けなんですね。でフォークをして成功するのはまず限らない。でこれはだからこれは大きな賭けだったんですが、とりあえず廃止の状態でもうこれはやるしかないと、そういう意気込みでフォークをする決意をしました。でも実際にやってみるとコミュニティのからのサポートが結構多かったんですね。でフォークしてからだいたいもう数ヶ月でもボランティアの開発とかもパッチとかどんどん集まってきまして、それの対応に実際は追われることになったっていう、これは大きな誤算だったなっていう、嬉しい誤算だったなっていうのはありました。で最初のうちは数世の開発人を中心に活動して、レッドハットからも数名ですね、最初の方は数世だけだったんですけど、それからレッドハットの方に、もともとレッドハットはオープンオフィスの開発をした人がエンジニアが2人いまして、でその後にリブルオフィスになってからオラクルの方から3人移りまして、で5人になって、なんとか軌道に乗ったっていう感じですね。カノニカルからも1名、これも元オラクルのエンジニアでカノニカルの方に移った人が1人いました。でそういうメンバーでやってました。
で、焦点はですね、小刻みな改良を焦点に絞る。これは大きな変更をバージョン、新しいバージョンが出るごとに組み込んでいくんじゃなくって、バージョンごとに、小刻みな改良を絞る、そういうのを、モットーにやっていました。で、それ以外にもユニットテストの導入ですとか、あとコードのクリーンアップと技術的の負債を下げるというそういう目的もあり、フォークしてから最初に初めてユニットテストの導入ですね、それに成功をしました。で、もちろんですが、これはオープンフォークしてからオープンソースプロジェクトとしての成功を収めるのが第一でしたんで、ボランティア開発者の育成、今までのその企業から雇われたその雇われ開発者だけじゃなくて、ボランティアの開発者の育成にも焦点を置いて、立ち上げ後はかなり の人数のコントリビューターが集まったのでね、それは先にも言ったんですけど、嬉しい誤算ということででした。で、とりあえず各リリースごとに、こういうことがあったんだよってこともおさらいしておきます。で、火力関係が多いのはちょっとご了承いただきたいんですが、僕は火力の開発なん主なんで、他のライターとか他のちょっと早く把握はするんですけど、あんまり詳しくないんで、火力 のハイライトが多いからってんで、他のアプリのハイライトがないわけじゃないんですね。それだけは最初に断っておきます。で、最初のリリースね、これは 3.3、 これはどんなリリースだったかというと、中身的にはほとんどオープンオフィスとあんまり変わらない。だけどその当時ですね、オープンオフィス時代は GoO っていうリリースして、GoO っていうのは Sun がリリースしてた公式なオープンオフィスのを基盤にして、パッチを独自のパッチを当てていた、そういうリリースなんですね。で、それからのパッチを公式的に取り入れて、とりあえず出してみようって、そういうリリースでしたね。だから最初のリリースなんですが、これはほとんどオープンオフィスの続きみたいな感じでしたね。で、 3.4 になってきて、これがある意味リブラオフィスとして、最初の独立リリース、プロジェクトがオープンオフィスからリブラオフィスに変わって、リリースプランもリブラオフィスとしてした最初のリリースです。で、この時は焦点は Excel との互換性の向上で、ユニットテストもカルクを主に少しずつ書き始める。で、この頃にですね、マーカス・モーハードって言って、この人はドイツの学生さんなんですが、今はもうカルク のコア開発者の一名として活躍してるんですが、この頃に彼が最初に失望してですね、パッチを送り始めたという、そういう思い出があるリリースです、僕にとってはね。でも開発するにあたって、やっぱりもともとこのコードベースに長く従事しているわけじゃなかったんで、まだ経験が少ない開発陣でやってたんで、かなり良くするバグが多かった、そういうリリースであります。だからリリースとしては、とりあえず頑張ってみたけど、まだまだ修行中かなと、そういうリリースでしたね。で、次のリリースなんですが、 3.5 で、この頃になって少しずつコードベースにも慣れてきて、大規模な UI の変更を多々やることになりました。で、どういうことがあったという、どういう変更があったかというと、これはもともと上の方にあるフォーミュラの関数のバーなんですけど、これ 3.5 以前はこれが1行でしか表示されなかったんですね。これをこのバージョンから、これをなんていうんですか、マルタラインっていう1行以上の表示、あと編集もできるようにした、これを取り入れたのが 3.5 です。で、その他にもライターなんですけども、このヘッダーのこういうなんていうんですか、インジケーターというんですか、それのそれをパッと見栄えをよくするようにした、これは僕がやったわけじゃないですけども、セドリックというそういうのフランス人の開発者の人がやりました。これはかなり彼も誇りに思っている、そういう機能なんで。
で、その他にも、これはオートフィルターですね。オートフィルターのそのポップアップの、機能なんですけど、これも僕がやらせてもらいました。これは3.5以前はもうちょっとなんかシンプルなデザインだったんですね。で、シンプルなデザインで項目も1つしかアイテムが選択できなかった。で、これの改良をして、UI の変更をして、複数のアイテムをセレクトできるようにしたのが3.5です。で、3.6、このリリースはですね、良い意味で3.5のまあ続き、とりあえず際立って大きい変更はなかったんですけども、まあ、3.5を改良して、まあ、バグの修復をして、ところどころのまあ小刻みな変更をしたという、そういうリリースです。で、この頃にですね、ウィンフリーとドンカーズという、この人は、どこの人かな、ヨーロッパのちょっとどこの国か忘れたんですが、この人が失望しましてですね、パッチを送り始めて、で、カルクになくて、エクセルにある関数でカルクにないのがかなりあったんですね。それで互換性の面でもそれがネックになってたんですが、この人がまあ登場しましてですね、そこら辺の改良というか、エクセルにあってカルクにない関数の開発を手掛け始めました、この頃から。これは彼は今でもやってます。で、その他にもトマス、ラストネームちょっと発音できないんですけど、スロベニアの人です。この人もこの頃からパッチを送り始めてですね、画像処理の改良とかを手掛けてました。で、彼は今はコラボの方でプロとして開発してます。で、僕とも一緒に1年弱くらいですね、一緒に作業をした仲間です。スイスでやったカンファレンスの時は同じ部屋に泊まってたんですね、ホテルでね。いろいろ話もしました。まあ、そういう仲です。で、その他にもカルクのデータバーですね、ゲートバーとかカラバーとか、これもこの3.6で入った機能ですね、これはマーカスが手掛けました。その他にも、これ僕がやったんですけども、カルクのセル内にですね、分かってる人は少ないんじゃないかな。これはフィールドっていうんですか、デートってなんて言うんだろうな、もう日付とか、あとシート名とか、あとはそのドキュメントのタイトルですね、それをダイナミックに表示できるような、そういう機能なんですけど、これも3.6で導入しました。で、その他にも、このバージョンで最初に入ったのが、その関数エンジンですね、フォーミュラエンジンをコンフィギュアできるようにっていう、昔はこういうオプションもなかったんですけども、それで困ったのが、Excel の、ファイルを開いた時に、Excel とカルクでは微妙にその計算の仕方が違うんですね。そうすると互換性にちょっと問題が出てくるっていうんで、でもだからって、そのカルクの、フォーミュラエンジンの、動き、挙動自体を変えてしまうと、今度は既存のユーザーの人が困ってしまうので、そういう理由もあって、こういうふうにコンフィギュレーションできるように、オプションを設定しました。で、4.0。で、これはなぜ4.0になったかというと、このバージョンで初めてその公開された UNO の API の変更をやろうという決めましてですね、最初の頃は3.7でリリースする予定だったんですけども、4.0にしようとしたのは、まあ、これがまあ主な理由です。で、これ以前にもですね、UNO の API っていうのは、まあ、絶対に変更しないと、そういうもう誓ってたんですね。これは絶対に変更しちゃいけないと。だけど、まあその API のその構造と内部構造がだんだん変わってきたので、それじゃいけなくなった。それで4.0をきっかけに、じゃあ今回だけ4.0だけのリリース時にその API の変更をしようと、それで4.0にしたんですね。それ以外にもそのダイアログフレームワークの移行作業をこの時期に開始した。で、これはですね、これ
以前はそのダイアログっていうのは、みんなサイズとか、ボタンのサイズ、位置とかが、ハードコードされてたんですよ。これは、それでデザインもしづらかったし、ハードコードされてたので、最初、一度ダイアログが開いてしまうと、リサイズができなくなったんですね。で、それをなんとかしようということで、ダイアログのフレームワークの移行作業、新しいフレームワークに移行しようと、この頃から始めました。で、他にもどういう機能が導入されたかというと、XML の、インポートですね。これも多分知ってる人は少ないんじゃないかと思うんですけども、これを導入したのが4.0です。で、他にはロゴっていう、これは僕もあんま詳しくないんですけども、ライターでおそらく多分岡沢さんの方が詳しいんじゃないかな、これは。そうですね、ライターのマクロで、ロゴっていうプログラミング言語を実装するっそうですね。で、これもこのバージョンで導入されました。で、その他にも、この頃に、これは LibreOffice に直接は関与してないんですが、これはもう全く別のソフトなんですが、Android のビューアーをね、この頃にリリースしたのが多分この頃だと思います。じゃあ次に移ります。4.0、4.0か4.1に移りまして、何が起こったかというと、一番大きいのはやっぱりサイドバーを Apache OpenOffice からちょっと拝借いたしまして、かなりこれは社会現象になりましてね とりあえず目的は Apache OpenOffice よりもサイドバーを先にリリースしようと、それを焦点に置きまして、まあ実際にはそれは成功しました。で、この頃に DMake っていう、これはビルドシステムのソフトなんですけども、これ以前はその DMake っていう、もともと使われたビルドシステムから、Make の方に移行中だったんですね。でも移行が完全でなかったんで、両方を使う羽目になったと。で、この頃にその DMake の部分を全部なくして、Make のみでビルドできるようになったって、そういうリリースです。で、大きな変更はなくって、良い意味で4.0の続きですね。で、火力に関して言えば、この頃は僕はあんまり機能の開発はしなかったんですね。というのも、4.2で火力の、内部構造をかなり変える予定でしたんで、この頃にもうその下準備をやってて、4.1の方はあんまり新しい機能は手がけていませんでした。で、その他にも、Google の湯川さんからこういう機能をいただきます。パッチを書いていただきましてね。これは Windows だけなんですけども、日本語変換をした時に、その変換の窓ですね、これが昔は多分窓の下側に出てたんですよ。で、これを湯川さんのパッチを当てることによって、それがその線のすぐ下に出るように変更したのが、これが4.1でしたね。で、この頃にどういう人たちが集まったかというと、かなりのコントリビューターがの人が集まってきたんですが、その人のタイムラインとしてはこんな感じですね。一番最初に壁打ちしたのがノーバートという人なんですけど、彼はまだやってます。最近彼は開発の方はちょっとおろそかなんですけども、インフラの、開発とか、そっちの方に焦点を置いてます。あとは今そこで座っている安倍さんも、そうですね、発足直後にすぐパッチを送ってくれました。その他にもいろんな人が集まってきてくれました。これはですね、現在でもアクティブな人だけを抜粋しております。それ現在でもアクティブな人じゃない人も含めると、かなりの数のコントリビューターが集まりました。で、他にもこんなことがあった。この時期には他にもこんなことがあったっていうのもちょっと、すいませんね、自分のことなんですけど、2013年に日本 OSS 後継者賞をいただきまして、それで来日したっていうの、それも記憶に新しいですね。で、その頃にちょうどLibreOffice ミニコンファレンスの第1回も同時開催ということで、これも記憶に新しいです。
で、その他にも、これはやっぱり、一番皆さんも楽しんだと思うんですけども、すごかったですよね、アパッチオープンミストの戦いが。僕はあんまり関与しないようにしてたんですけど、やっぱり、うん、なんとも言いようがありません。だから。じゃあ次に進みます。じゃあ2013年下半期以降はどういうことがあったかというと、まあ、タイムライン的にはこんな感じです。4.1、4.2、4.3、4.4、で 5.0 と。で、イベント、まあ大きなイベントとしては、元スーセのリブレオフィス開発チームがコラボラに移籍。で、ドキュメントリバレーションプロジェクトの発足と、あと僕がコラボを辞めたという、これで党としての開発は、まあ、にはちょっと蓋を閉じたというか、そういう感じ、そういう感じでした。で、この時期にですね、一番大きなイベントを挙げますと、やっぱり、まあ、前も言ったんですが、そのスーセがリブレーションの開発から撤退して、元の開発人がコラボラ移籍と、コラボラプロダクティビティの設立、それプラスコロコロにカルクのセル構造の大幅変更をしまして、カルクの内コードの、そうですね、 50% 以上がもう書き換われました。これもこの時期に、まあ、起こった、まあ、大事件といいますか、そんな、うん、感じですね。で、この頃から少しずつ OpenCL と OpenGL をもうちょっと活発に使おうと、そういう動きが出てきたんですね。で、それもやっぱり大きなことですね。それ以外にもやっぱりドキュメントリバレーションプロジェクトの発足。これはどういうプロジェクトかというと、主にフィルターの開発で、その中でも今ではあんまり他のソフトではあんまりサポートされてない、そのドキュメントのそのフォーマットのサポートしよう。で、Mac のクラリスワークスとか、そういう古いフォーマットですね、それの開発をメインに、デイビッド・タードンっていう今レッドハットの開発で開発している人と、あとはフレドリッシュ・ストラバーという今はまだスーさんにいるんですけども、彼のその2人によって、まあ、発足されたプロジェクトです。で、おまけとして、これは実際にはいつ頃撤退したかは定かではないんですが、噂としてはその14年の下半期頃に IBM がアパッチオープンオフィスが撤退したのではないかという、これは噂なんですけども、かなり確信のある噂なので、ちょっと10月ぐらいでした。じゃあ各リリースごとこれも4.2 なんですけども、 4.2 は一番大きなハイライトはカルクのセル構造大幅に変わったんですね。これは大変でした。というのもこれでカルクというのは表計算であります。表計算というのは何をするかというと、セルの中に入っている中身をいろいろプロセスして、表計算なので、そのセル構造を変えるとかなり大変なんですね。そのカルクのコードを全部取ってみて、ほとんど 80% ぐらいがそのセルにアクセスするコードなんです。で、それを変えるとかなりの書き換えが必要なんです。で、これは大変でした。で、これの下準備はもう2010年頃からずっとやってまして、2年間ぐらいかけてその新しい構造の、まあ、大半を終わらせて、で、3年ぐらいかかったかな。で、4.1 が出た頃からそろそろじゃあリグラブジの方にもちょっと変更を加えようということで、一旦準備をしています。で、4.2 になって、それが一気に入ったという、まあ、で、セル構造の大幅な変更によって、実行速度の向上をかなりできるようになります。で、メモリの使用量も変わりましょう。ただ、これによって安定性が一時的規制になって、4.2 はかなり爆弾が多かったですね。カルクの
で 4.2.0 が出たあたりから僕の仕事はもうバッとして作るだけでも土日も返上で頑張ってきました。あの時はもう80時間ぐらいですね、週に働いてました。であれはこれは僕じゃないですけども、こんな感じだったらって個人的には参加したいなで 4.3 は、まあ、4.2 は一緒ですね。というのも、まあ、先にも言ったんですが、4.2 でかなり軽く安定性がちょっと犠牲になったので、それの復元を最大の勝負にして、まあ、バッと修正を、まあ、続けてやっていくんですね。で、その一環として、相当、軽くの相当機能があるんですが、これがかなり犠牲になりまして、一応、機能的には動いてたんですが、かなり遅くなってしまった。で、これを一から書き換える必要性が出たので、それが一番大きな、まあ、仕事ですね、この技術では。で、軽く以外は意外に変化が変わったんですよ。何事もなくコンビニをやってました。で、この頃からですね、マキシム・モラスタースキーという人が、少しずつパッチを作り始めてまして、これ先に、最初に僕がレビューしたんですけども、僕が最初に思ったのは、この人ができるなと。で、この人が、まあ、最初に、まあ、出向してしまったのは、この4.3までですね。で、この頃から、OpenGL を使った業務を試験的に導入。そのまま一環として、そのチャートを 3D で、OpenGL を使って、表示できるように。これはマーカス・モーファーとかやった機能です。4.0。4.4 ですね。これはまだ、いまだに 4.2 を延長。で、この頃からだんだん軽くが安定してきてですね、そうですね、バンドの修正もかなりあって、僕だけじゃなくて、もう一人、レッドハートの開発にしている、アイカーも、そのバンドの修正に参加してもらって、かなり安定してきたりもしてるし。で、この頃に、BCL っていうです、これは、何て言ったらいいかな、LibreOffice で使われている、GUI ですね、ユーザーインターフェースのレイヤーに OpenGL を試験的に導入して、チャートだけじゃなくて、他の部分でも OpenGL を率先的に使ってみようと。ただ、まだまだ未完成ですけども、まあ、それを最初に導入したのが4.4。で、この頃から、Impress で OpenGL による、ページの切り替えですね、これは昔は Linux だけだったんですが、これを Windows でもできました。で、その他には、式から上がれる調節の変更、これは、基本的には大したことじゃないんですが、これは僕が最後にやった結構大きな機能なので、トラブルを抑える前に最後にやった、まあ、大きな機能なので、ここで、まあ、抜粋をさせていただきました。で、はい。あと5分しかないというので急ぎます。で、トラブルを解決。で、ボランティア開発者になってから何が変わったかというと、とりあえずボランティアになる前は忙しくてできなかったですね。そのライブラリにちょっと焦点を絞って、MVDSイクシンとかオーカスのライブラリの方にの開発にちょっと焦点を絞ってやらせていただきます。これは以前からずっとやっていきたかったことがあったんですが、やっぱりメインのリクラウスの開発の方がちょっと忙しすぎて結構分からなかったですね。これをだから退職を、まあ、機会にやってみようかなと思いました。で、MVDS の方なんですが、ボランティアになってから、まあ、3度のリリースをしました。で、最後のリリースが 1.0 ですね。で、今でも 1.1 に向けていろいろ開発をしてます。で、バグ修正とかパフォーマンスの向上もこの時期にやりました。で、C++11 の導入もこの時期にやりました。で、一つ新しいデータ構造が入ったんですが、トリエっていう、日本語では何ていうかわからないんですが、そういうデータ構造も新しく入ってます。フィクションの方も同様に C++C での導入で、この頃からフィクションを Python でもからでも
使えるように標準語で質問をしました。で、フォーカスの方も同じように C++ で入れることに、あとはあの CS とか JSON とか YAML のパーサーもあの実装をしました。で、Python のモジュールの実装もこのことになりました。で、あとは他にやったことはドキュメントの整理ですね。で、今までこのライブラリーは一応使えたんですが、ドキュメントが少なかったので、そこら辺も整理しようかなということで、あの少し時間を費やしてました。で、今現在はあのそこに、ここにリストアップされている、まあ、URL をにあのドキュメントが設置されています。で、完全のリブラオプスの方なんですが、あのそのうちまた戻ってやってみたいなと思っています。で、あのボランティアなので、あの今度はあの実際に自分がやりたいことができるあの立場なので、なのでもうちょっとコミュニティ用の作業をやってみたいなと考えています。で、最新動向。で、今はどんなことが、まあ、プロジェクトでやっているかというと、もう時間がないので、あの早速やってしまいますが、BCA のリファクタリング、これもメンテをしやすいように、BCA のコードをリファクタして、もうちょっとね、きれいなコードにしようと。で、LibreOffice オンラインというのも、最近はコラボを中心にやっています。で、ここでデモしようと思ったんですが、時間もないし、実は動かなかったので、ハッサしてください。後でデモ環境を作ります。で、その他にも、デブセントラっていう、これはね、サブドメインですね、LibreOffice のサブドメインで、開発した人が一目でその開発のドキュメントで全部アクセスできるようなこういう、まあ、ダッシュボードみたいなのも開発をこれはノーバーとか率先して頑張っているようです。で、5年間まとめてみるととりあえず僕としてはフォークスで正解だと思います。で、たくさんのコントリビューターに恵まれた5年間でした。で、こちらみんな改善をまあやることができた。これはでそれだけじゃなくて野心的な大規模な改善カルプのリファクタリングとかあと BCA のリファクタリングとかもあとはいくつかできた。でやるべきことや課題はまだ山積みですが、まあ、少しずつ良くなっているのでプロジェクトとしてはまあ成功したと言っていいと思います。で、今後の課題とりあえず安定性のことに努める。これは今まではやっぱりコントリビューターの育成が2焦点を置いたので、そうするとどうしても安定性が犠牲になってしまうんですね。というのもコントリビューターをモチベートするにはその人の環境をレビューしてなるべく早くそれを取り入れてあげる。そうするとやっぱり変更が多くなってしまいがちで、やっぱり変更が多くなってしまうと安定性がちょっと犠牲になる。で、そこら辺の、まあ、リバランスというかそれもまたしようかなと。で、変更にならないようにしてもらえる。というのも長年プロジェクトに携わっているどうしても意見の違う人の意見には耳を傾けないようになってしまって、それにならないようになるべく外の人からの新しいアイデアにはにも耳を傾けるように常に専門アイデアにという。あと今は最近はどこでもクラウドとかビッグデータなんかまあ、バズワードなんていうのですが、それにもどう対応できるか、これも課題です。で、長期的に開発支援の確保。で、これはどういうことかと言いますと、LibreOffice をビジネスとして開発サポートを提供して、それが成り立つような環境の設備ですね。これもまだ、まあ、うまくはいってるんですが、これも続けてやっていかないといけない。で、コントリビューターの育成を継続的に行う。これに関してはうちらは結構うまくいっていると思うので、その今あるモメンタムを失わないように頑張っていくと。で、ヘルプドキュメントの整理ですね。これは今は特にやってる人は手を挙げてる人はいないんですね。ヘルプドキュメントというのはユーザーのヘルプですね。あれは当初はリキの方に移行してそれでそっちの方で作業するという予定だったんですが、今ちょっとそこら辺が曖昧になってまして、これを何とかしたいなって、これも本当の課題だと僕的には思っています。以上です。何か質問とかありますか。
内容なのでありがとうございました。吉田さん、ありがとうございました。